今日は法律当てよ。法律というあの概念を一回なくして、自由気ままにゆったり遅れてもいいやぐらいの気持ちで。ああ疲れる、そんなの遅れたくない。はい、メッシー。やばい、大変だったね。10時半にバスを頼んでたんだけど来なくて、はい、じゃあウーバーでってなって、はい、でマリナが2台呼んでくれてね、はい、ウーバーとボルト2アプリ駆使してボルタの運転手がレオン調で、レオン調で結構声もいいし、頭の形とか超綺麗だし、優しい、すっごいスイートだし。ジャパン、おお、ようこそ。あおお、ありがとう。可愛い。可愛いですか。可愛いです。可愛いですね。こっから聞こえてくる。すごい。Have you been to there? No, I want to. Yeah, you should come. I'm sure it's gonna be a country surprising, I'm sure. Yeah. My children, they love it. So you see, they're reading manga? TV also. A manga. I hope one day. ありがとう。ありがとう。またね。バイバイ。おやすみ。超簡単だった。びっくりした。じゃああっちの方なんで行きますか。何時今？今43分。あと20分くらい。行こうか。行きましょう。3まで。3？ はい。デリーテッドしてる。1時半出発。多分。分かんない。ここからどんどん遅れていくのかちょっと全く分かんない。エスカレーターが壊れている。壊れてる。なんだっけ、一旦法律を忘れよう。今日は法律忘れよう。法律というあの概念を一回なくして、自由気ままにゆったり。遅れてもいいやぐらいの気持ちで。ああ疲れる、そんなの遅れたくない。スムーズに行きたい、どうしても。タワーホテル、タワーホテル、怖い。すごい水しぶきついちゃった。せーの、あー、スイッチ。ありがとうございます。走る。
77だっけ。手がブルブルしちゃう。急に冷え始めるね。ブルブルしちゃって。これ一番いい声だ。ユーロスターで無事乗れました。乗れました。イエーイ。終わるかと思いました。終わるかと思いました。着いた。イエーイ。ロンドン。フラットイはどうやって、これ C、 いいだ、はい、ありました。ちょっと滑り見てみよう。はい、はい、できました。40超えが、オーバー40頑張りました。できる、やれば、うん、すごい可愛い、はい、あったね。着きました。はい、トランク7個、イエーイ。今回はイギリスのとてもポッシュな街に泊まっております。はい、まずリビング、イエーイ。だったら、あ、服が大丈夫です、可愛いです。あ、十分可愛いです、ね、はい、綺麗にリフォームされてるけど、うん、リアルなのはあの入り口が、うん、あれだけど、あれ全部綺麗だよね。綺麗、めちゃくちゃ。テレビまででかいし、すごい綺麗。キッチンもとても素敵なキッチン。ダイニングテーブルも素敵。はい。次、ベッドルーム。で、そこにクローゼット、はい。普通ベッドルームになっていて。おお、クローゼット。お部屋と。かわいい。かわいいよね。で、なんか絵がありますね。全部に絵があるね。ここは？おトイレ。おトイレ。おトイレも綺麗。なんか草。草あります、ね、草あります、はい。バスルーム、私たち前回はシャワーしかなかったから、今回パリもロンドンもバスタブをね使いたくてバスタブ付きにしました。はい、続きましてもう一つのベッドルーム、椅子見て、貧乏じゃん。いい感じ、ね、こっちにもトイレとシャワーはある。え、すごい可愛くない？めっちゃここの部屋がいい。うん、オッケー。これがイギリスの街並みって感じだよ、ね、すごい、確かにすごい素敵。私イギリスでこんな綺麗な家に住んだことない。確か泊まったことすらない。ちょっとね、リアルなのはこっちなの。こっち見て、これなの本当は、うんうんうん、この汚さっていうか、が可愛い、古さが可愛いし、これがリアル、うんうん、こっちがリフォームされてないから、なんか残されてないよね、うん、ここ全部綺麗にしちゃってるっていうか、逆になんか結構これを残したままなんか綺麗にするお家とか、うんうん、あと DIY で自分でやる人結構多いからあれだけど、うんうん、これなんか IKEA さん入りました。住み心地最高そうじゃない？良さそうね。イエーイ、よかったよかった。あのさ、はい、鍋のに蓋があるかさ、あ、ご飯炊けないからね。あ、ランドリーがこのキッチン、これも超特徴的だもん、うんうん、イギリスのキッチンでランドリー、キッチンのところにランドリーがある。はい、こんな感じです。無事着きましたね。おばやんがアイビーロードって言ってました。エホさん何？アイビーロードです。これが？ここが？あの有名なアイビーロード。なんていう街の名前だっけ、ここ自体は。メリルボーンです。メリルボーンイコール外苑前。外苑で合ってるか、疲労かな。なんかさ、家も多いもんね。そうだね、うん、なにあれ。撮ってんだよ。で、すごいいい写真撮れてる、うんうん、すごくない？急に練習しろ。もうさ、ここに画面がある時点でプロカメラマンじゃないのよ。もう無理にでもこっから覗き込まないと。モデルとの対話がさ、うん、
ここだともう全然ダメよね。パン屋さん、こんまり、こんまりおパン屋さん。こんまりでしょっと。すごすぎ。ここもうち使いやすいです。着いて1時間なんで、もう我が家とか。マリア作ったやつ、パン屋さんが持ってきた塩昆布とごま油混ぜただけ。ルネッサンス。なんとかやないかーい。オレンジワインやないかーい。白と思った。おいしい。すみません、日曜日の昼下がりに。Thank you for watching. Have a nice day. チャンネル登録してね。よろしくお願いします。バイバイ。